いや、なんかそうですもんね、滑らかにいくっていうかですね、見てるだけでも癒されますね。本当ですね。いや、入ってなくて もう見てるだけでも違う。ああ、いいですね。今ちょうど夕日が落ちるあれで綺麗ですもん。今波来てますね。いつもどこが多いですか？そういう台風の後とか、もう部屋がすぐもう入れんくなるけんですね、はい、こっちが冬場はここが一番いいんですよ。ここが多いですね。大口はどの？大口はちょっと砂の溜まり方が毛穴もですけどあんまり良くなくて。あ、そうですか。はいはい、乗るのは難しいです。難しいですか。結構エキスパートじゃないと。北見ヶ浦は今日一人いらっしゃいました。北見はもう今あんまり最近少ないですよね。お店がいっぱいできて、はい、駐車場がないんでですね。はい、ダメなんですよ。わあ、今大きいの入ってきてる。わあ、本当ですね。これは大きい、頭が。すごい。わあ、次も大きいの。すごいですね。ああ、こんなに続けてくるんですね。いいのが取れました。